スタートです農家、えー、と農編集でお送りしています一分間ユンタク今日も常年つかさチャンネルのニュースの虎顔からユンタクしていきたいと思います、えー、中国経済ガチカウントダウン、えー、半年ぶりに、えー、若年失業率統計を公表,公表再開、えー、基準変更も悪い方向に、えー、高止まり真の、えー、若年失業率は5割強ということで いろいろ、統計がああ、この、変わったということで、えー、若年層ということで、えー、日本の、まあ、詳しくは、この失業率も、求人バイトをいろいろとありますけど、統計がいろいろ、この、若年層ですかね。えー、まあ、学生も含めるのか、その辺はちょっとわかりませんけど、えー、中国、えー、えー まあ、あ21%、若年、学学年も、えー、働く人も含めてということで、今回そういう、のけて14%実質、えー、この、 えー、中国のある大学の先生が見たら40%、50%ということで、えー、まあ統計ですね、えー。中国の統計が本当に、えー、人口統計からいろいろとこの国家統計、えー、まあ都合の良いところを隠して、いろいろと、えー、信頼を受けませんけど、この中国の人口も10、 4億人かな。そして、えー、まあ、一人っ子政策影響じゃないですけど、匂より、えー、この高齢が、えー、社会が進んでるということで、えー、なかなか私も、えー、そういうマクロ的なあところで、 人口ですね。えー、本当に、えー、このアメリカについて、この日本の GPT かな。えー、日本に行いて大なって、このお、えー、私たちの考えでは古いですね。えー、中国ではその、ーまあ、BM とか交差とかそういうお、この自転車でそういうイメージが強いですね。だいぶま、えーまあ、古いイメージですけど、えー、まあそういう中国ですね。えーこの おこの流れですね、えー、共産党の流れからこのちょっと本当に余談ですけど本当に孫、えー、文の中華民国ですね、えー、その黙拓党が開いたこの、えー、ですかね共産党の公文ですかねそういう,う時間が待てばっていうことかなそういうことで、えー、なかなかこの えー、歴史ですねなが。流れ、そういう流れから、この、八路軍ですかね。そういう、中国共産党が、本当に、えー、新朝が倒れ、そうですね。その前、えー、孫文のし、えー、ですね、新朝倒れて中華民国でしたけど、えー、も歴史は歴史ですね、えー。本当に中華民国持たんかったですね。で、孫文が、 あ台湾かな蒋介石かな蒋介石が台湾に来て、えー、そういう中華、あ今、中華民国ですね。台湾ということにな,な,なってますけど、えー、なかなかこの、えー、近代、近世ですね。近世ですかね。えー、ソ連、ロシアが、ロシア帝国ですね。帝国が崩壊して、そのおおマルクス・レーニン革命ですね。えー、ソ連が誕生して、そういう、まあ、それは、 この太平洋をナチ,ナチヒ,ヒトラーがして、えー、これをもう、えー、ナチがソ連に攻め入ったいですねそ,れをその前に、えー、このソ連は ロシア革命は起こってますね。そういう歴史の長いから、えー、この第二次世界大戦、まあ、太平洋戦争終わって、その冷戦ですね、えー、ソ連とアメリカの冷戦ですね、そういう、おこの、お 共産主義ですね。共産主義ということで、まず、朝鮮、えー、ドーランもそうですね。朝鮮戦争もそうですね。北朝鮮、えー、そして、えー、まあ、ベトナムも、そういうことでアメリカはその反響ということで、えー、このベトナム戦争も介入し,てしましたですね、えー。そういう流れから、まあ、キューバ危機もそうですけど、いろいろな、その、 冷戦時代ですね。そういう、まあ、共産党とこ、うん、この、反、この、反、そういう、いえば、その、うんなんと、ワルサワ条約機構と、ナトのですね、えー、なかなか、えー、世界史の、えー、勉強になってますけど、えー、中国の問題からアントニー・ユンタクが流れてますけど、そういう中国ですね、共産党、 70周年たかな 100, ?100 年たかなちょっとその辺は、えーえー、っとに、えー、50、70かなそういうあれですね。えー、まあ、中国は本当に、えー、王朝が本当に今まで、ね、え、中国、その、おえー、王朝が本当に、えー、 怒って、また、あれで、えー、いろいろと、漢民族ですね、この、まあ、歴史ですけど、本当に、えー、漢、唐があって、えー、民があって、民ってあって、えー、元があって、元はモンゴルですね、民,民があって、えー、信があって、えー、その流れですね、そういう、まあ、日本でもその、えー、流れはありますけど、そういう流れから見て、えー、今回本当に中国、共産党ですね、 えー、なかなかこの、新朝からなかなかあ民主化行かなかったですね。今い、いろいろこの、アヘン戦争をはじめ、そういう、うん、流れで、この、まあ、孫文の中華民国がありましたけど、えー、モ,クタクモ,タモタクトが率けるその中国の八六軍ですかね。それに、まあ、あえーまあ、負けて、負けてというか、まあ、台湾にこの、うん に政権を自らちしたいですね。そういう流れで、えー、本当に、えー、残念ですけど、この。 歴史の流れですね、えー。そういう、もう、共産党が、まあ、ソ連崩壊しましたけど、えー、中国も崩壊を、えー、望む立場ですけど、本当に、えー、この中国の人々のためには、本当に、えー、経済の自由、政治の自由化ですね。一時がもう、学生の民主化で、天安門で、えー、弾圧してますね。えー、その、流れですね。東昇平の、そういう、う まあ、えー、社会主義とその資本主義をミックスしたというか、まあ両輪で言っていますけど、今は、えー、この資本主義よりも、 社会主義に大きく舵を切っていますね。そういう流れから、いろいろ若年層でネス,ネスボリネスボリとかいろいろ、この中国に対するその信頼がなくて、この上海市場も私も初めて知りましたけど、日本の抜いていったのが、日本も逆に3年ぶりにこの上海の自家総額ですかね、上海を抜いたということで、私も経済にほとんど なかったら本当に中国はこの世界の工場と言われてましたけど最近はあまあ日本のバブルですね、えー、バブルのまあ、後を追ってるじゃないかということで、えー、まあえーまあ、ジョネさんのこの解説によればこの、えー、まあ、東京は8倍。えーえー 大阪が9倍だったかな。そして、まあ、中国は4倍で、まあ、1割ほど10%ぐらい調整してるけど、その、まあ、当局の、その、えー、規制、規制中か、その、あれで、えー、高止まりしてるということで、えー、この、高台も、判決が、上海ですね、えー、香港ですね、えー、この、はほとんど中国に、えー、この資産を持っていますので、29日に、その、2回目、えー 延期されて3回目ですね。まあ、延期されるのか、ずっと延期されるのか、なかなかその、えー、日本みたいにきちんと、日本にもだいぶ、この、不動産処理に十何年かかかったということで、まあ、失わた20年、失わた30年とか言ってますけど、まあ、民主党政権でそこを打って、そして、アベノミクスで、えー、上登りましたですね。まあ、株価から見れば登って、本当に、えー、一万割れしてたんですかね、78000 株価が、それが今、3万5千円ですね。ちょっと信じられないですけど、えー、逆にまたその当時が100円切ったんですかね。100円切ったり円が今140円台ですね。本当に、えー、前この円高で110円台で、信じられないですけど、この為替ですね。なかなか先を見通すというのは難しいですけど、えー、本当に、えー、余談ですね。完全に、えーえー えー、だいぶドン点がずれてますけど、えー、中国経済ガチカウントだ半年ぶりに、弱、えー、年、えー、失業率統計を公表再開、えー。基準変更も悪い方向に高止まり、真の弱年失業率は5割強ということで、えー、なかなか、この中国の経済ですね、えー、その失業率、そのシニアでも、まあ30代でも、えー、この なかなかこの失業すると再就職が厳しいということで、えー、自分自身も、えーえー、このバブルですね、えー、この、えー、地方の小さな信用組合でしたけど、5、えー、6店舗の従業員が50人か60人ぐらいの、本当に預金量が200億のでしたけど、えー、この結局、まあ、不良債権処理で解散ということで、えー、本当に、えー えー、その後本当にさまよいましたですね。そういうけ、えー、状態でもともとそういう不良債権ですね。日本で言えば重戦の中坊社長。そして、えー、この特に、まあ、大きい、まあ、大手はそのこの北海道特殊銀行とかあ山口証券も飛ばしで問題でこの金融。 高校かな金融高校で、えー、金融機関が破綻相次いで破綻したいですね、えーまあ、日,本日本でもその、えー、理想な理想な銀行に公的資金を投入して終わったっちゅう不,不動産処理が終わったっちいうことで、えー、なかなか私も、うん、その知識はないですけどそ,その当時整理、えー、回収機構整理回収銀行から整理回収機構ですね、えー、重点に合併されて、えー で生理回収機構ですね今でも生理回収機構はあると思いますけどまあそういう感じでちょっと本当に中国の話題か日本の話題になりましたけど、えー、この中国の不動産ですねまだまだ目が離せないですね、えー、そういう2024年も中国の動向ですね、えー、どうなるかまだまだ、えー、若年失業率が寝そぶり寝そぶりですね、えー、そういう、えー、経済のまあ,あ その雰囲気ですね、雰囲気、そしてまた政治の雰囲気でも何もしない、寝そぼれということで、中国で言えば寝そぼれということで、えー、なかなか目が離せませんけど、この行列か、この,、えー、この中国経済ガチカウントダウン、半年ぶりに、半年ぶりに若年失業率統計,を統計を公表再開、基準変更も悪い方向に高止まり、真の お若年失業率はあ5割強ということで、えー、恒大ですかね、えー、恒大の、えー、商業者は捕まってますけど、結局のその、うん、厳しいじゃないかということで、まだまだこの中国、まあ不動産、また中国の経済、えー、この、目が離せないですね、中国の経済が目が離せないけど、えー、引き続き情熱かさ,さんの、え、を、ウォッチングしていきたいと思います。えーえー、ほとんどユンタクですね、マサートのこの1分間ユンタク。 またコメント YouTube コメント、えーえーえー、よろしくお願いいたします。また聖書を学びたいという方募集してますので一緒に聖書を学びませんか、えー、次回の1分間インでお会いいたしましょう。マサーとしては終焉です。パッションプロジェクト。シャラムシャラムシャラム。シャラム